おはようございます。ティラと申します。ドラゴンクエストモンスターバトルロードビクトリー実況プレイ始めていきたいと思います。先日名古屋に行ってまいりました。で、とある人と会ってきたんですけど、ね、まあ、とある人と会ってきた、その概要はね、すでにもうね、お見せしてるとは思います。そして、その時からだいぶ時が経って、今に至るんですけど、動画投稿してくるのには、もう、いつだって話だよね。羅針盤というものを皆さんご存知ですか？羅針盤と言いますのは、アニメやね、二次創作のグッズとかが、大量に置いてある場所です。で、私はそこでですね、とあるものを買いました。ただ、置き場所に困りました。星町彗星のポスターですね。ということでなんですけど、今回はちょっと動画の趣向を変えたいと思います。生放送でも挑戦した灼熱の10連戦。こちらはですね、なんだかんだで、ナイトリッチやデンタサウルス、メタルハンター、プロトキラーなど、強力なね、モンスターを使わずして、突破しました。はい。ドラゴンたちでね。もう、ドラゴンが強いからね、このゲーム。なので、今回はその逆です。強いユニットを使って、灼熱10連戦、いけないわけがないんですよ。つまり今回やる企画はこうです。生放送では苦戦してた試練の9番勝負、灼熱の10連戦。それを行動を理解して SP もしっかりすれば、もう負けることはないんじゃないかって話ですよ。総合力でね、勝るパーティーを組んできたんで、今回はそれを使って灼熱の10連戦をやってみたいと思います。というわけで、皆さん、お久しぶりです！デンタリッチの登場です！来たー！デンタリッチ嘆きの亡霊必勝パターンだー！さあ、もはや必勝パターンと言ってもね、差し違いがない。さあ、耐久は2286ってちょっと不安だけど、まあ大丈夫だとは思いますよ、僕は。なんせこいつら、暗黒に硬いんでね。大魔王の攻撃には、ほとんどが暗黒を含んでいます。なので、暗黒に対して強いこいつらは、ダメージをほとんど受け付けません。さあ、それが本当に通用するのか。まずはね、前座中の前座、竜王で試したいと思います。いやー、あまり聞いてないが多いな。引きちぎる、嘆きの亡霊に行った。さあ、どんなもんだ。202、嘘！はい、避けた !202 おい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 、少々硬すぎはしないかい、君たち。少々硬すぎはしないかい。これは余裕ですな。さあ、竜王。ベギラゴン、灼熱呪文、ベギラゴン、どんなもんだ？はい、ドン、ドン、ドン、おー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 すごいぞ、なんか、すごいぞ、全然食らってない。最低 HP こそ少ないけど、全然効いてねえぞ。これがデンタリッチ。そしてね、大魔王戦にはかなり使いやすい嘆きの亡霊ですね。嘆きの亡霊って、対人戦だと、ちょっと使いづらいんですよ。どうしても。打撃弱点が目立ったり、属性攻撃でボッコボコにされたり、回避率なかったりで。ただ、大魔王戦の時は話が別です。ほとんどの攻撃に暗黒を含んでいるという関係上、大魔王が。無類の硬さを誇ります。そう。こいつはね、魔王戦でこそ進化を発揮する嘆きの亡霊。ただちょっとね、火力が足んないね、耐久に振りすぎたかなって感じです。おー、そういうこと。
あー、波動ね。まあ波動を食らったとて大丈夫だとは思うけど、3体で溜まるよね、一応勇気ギリギリか。ダメージ SP にね振ることができるっていうのはね、かなりの利点になってますね。硬いということで、レンタックルいった、レンタックルいったよ。勇気溜まるよね、多分溜まる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 、これやったら溜まる。ドルマを選んだのも偉い。ほい、でバギーまで溜まりますね。はいはい、消化試合みたいなもんですよ。これは消化試合みたいなもんですね。さあ勇気溜まりました。おっと、どうとドルモーはこれはひどい、これはひどいもんが見れますね皆さんこれはひどいもん見れますよ。せーのって、うーん、24何や、24と147、そしてミスってのはおーおーおーおお、すごいなこりゃいやー強いぞー。これは大魔王戦ではね、むしろこれがテンプレまであるからね、まあ、メタルハンターやプロトキラーに変えるという手段もあるんだけど、今回は久しぶりにねデンタリッチに暴れてもらおうと思いますよ。さあやってきたのは赤目指導、こいつは鬼門かもしれねえな。少なくともパスばっかり戦ってる時にはすんげえ鬼門なんだわさあ破壊神指導、ちょっとね実はね懸念点があって、さっきの竜王ですら思ってたんですけど、こいつら火力ない火力がないのと会心も期待できないんですよ。対して会心も期待できないし、火力ないっていうのがちょっとね懸念点ではありますね。マスターダムスキャンを耐久用にしてあるんですよ。その弊害が出てると言っても過言ではない。あ、でも出るね、意外とナイトメアソード割と出るな。破壊の宴が始まった。お、いいね、いいよけ、いいよけ、いいよけ。これは破壊の時はどのもん、ほいやほうほう、あほう全然食らわへんやんけもうシドもびっくりでしょこれ。自慢の破壊の宴がこんなにね軽減されちゃう、もうシドもええー、ってもうびっくりしてるでしょうね。結局ね、硬いやつが勝つんだよ。結局もまた耐久用と言わんばかりのね勝負を見せております。あー、そういうのが一番まずいんだよ、それ言うのが一番まずい。あー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 、情けないゾンビたちだ。戸惑い攻撃入った、よいしょ。とどめ砲台に乗せるのが大変なんだよね、こうなると。稲妻の弦でとりあえず削るけど、耐久面はもう全く不安視してないんで、とりあえずね稲妻の剣を使っちゃいましょうか。ちょっとあまりにも削れてないぞ、大丈夫か。いや不安になってきたな、こうなると。おーい、いや、やった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 、破壊神なんぞにバギマを打つアホおった、ここに。ああああああ、火力足らないっつってんのに。よし、お前は偉いな、デンタ。大丈夫か、耐久振りじゃまずいのか、耐久だけじゃ勝てないというのを教えてくんのか、向こうが。いや、怒っとる、やばい。これ、投げ切り飛ぶな。投げ切りで飛ぶ。けろ、あー、投げ切りの方俺投げ切り俺、避けなあかんわ、これは。オッケー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 。ナイトメアソード、よし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 。打撃のボールは何スキャンしたかって言ったらもうわかりますよね。打撃に弱いし、まあ狙われるで、すっごいデコイみたいに狙われるんですよ。まあその関係上、当たり前のようにプラチナキングスキャンしました。あー、モードの初期、そういう系一番よくね？お、ダメージはそこでもない。猛毒の方が痛い。
まあでも大丈夫ですよ。さすがにね。で、ここで、もう僕が学んだんですけど、とどめ打ちます。次。まあ、こいつらの素早さは遅いんですけど、それでも信用ならないと言えば信用ならないので、ここでとどめ打っちゃいましょう。もうここでとどめ打っちゃって、で、6ターン目に余裕を持って勝とうと思います。よし、OK、いいよ。じゃあとどめ打って、次の攻撃ともう一つの攻撃耐えて、楽勝よ。な。お前たちならそうだろ。さあ、とどめ打ちました。残り HP は405。ドルモーア、余裕でしょ！こんなもん！ドルモーアよ！受かる受かる！はい、余裕で受かる！一気に押し切りましょう！このまま。たとえ次何か来ても大丈夫でしょう。お、いいね、いい走り。外さなければいいんだけどね、あとは。外しが怖いな。オッケー、いいよ。オッケー、オッケー、オッケー、ここでね。精神攻撃実行いけ、うーん余裕のよっちゃんですね。指導ですら余裕で突破するこの圧倒的余力。持て余しすぎなんだよ、お前らは。さあ、やってまいりました。今度はゾーマですね。今回は光の玉使わせていただきます。使わないと、まあ、無理ゲーなんで、こればっかりは、使いましょう。さあ、問題はここから。ゾーマもね、言うて、一つ懸念点があるんだけど、それを引かなければいいだけの話なんですよ。大魔王の行動は主に、そのターンにおいて二つの択から選ばれるわけですよね。その中で、ちょっと危険な行動はあれど、別に、それを引かなければいいという 50% の確率で引かないんですから、言っちゃえば。そう、デンタリッチとって無敵ではないと。ただ、今のところ無敵ですね。デンタリッチとって無敵ではないと言いたいんですけど、まあ、ちょっと無敵ではない。今のところ無敵ですよね。さあ。よし、行こう。さあ、もう、灼熱の10連戦。このね、もうレジェンドチームでしょ、これ、もはや。これは、もう、実機時代にもうやったわ。って、こういうチーム。なんか、こんなチーム組んだわ、実機時代もさ。さあ、来たよ。マヘド、デンタザウルス弱点取られます。さあ、デンタザウルス弱点を取られるのか、どんだけ軽減してくれるのか、他の2体で。軽減してくれ！にょー！うわ、315！ 結構食らうな。でも、嘆き予防霊が104とかで大健闘。いいよ。大健闘。大健闘してます。今のところ。いいよ、いいよ、いいよ、いいよ。あとは SP 何使うからな。ゾーマは他の大魔王より、あー、ちょっと待って、魔界の効果はね、嘆きの亡霊がね、燃えるんだ。避けろ！いいねー、いいねー、回避率 26% を張り切っております。おー、会心出したー、こんな技で。いいねー、これは勝てるルート。おーい、そうだなー、ちょっと火力がないなー、やっぱ本当に火力に欠けてるな。だから、このチームの弱点は、とどめ打っても、耐えてくる魔王がいた場合、詰む。っていう可能性があるのか、一番。一番きついのはそれだね。負け筋。削り負けるってことはないと思うんで、このチームって。デンタリッチ。天下のデンタリッチですからね、そりゃ。天下のデンタリッチ様がね、削り負けなんてありえないんですよ。ここ真ん中主人公に変えちゃえば、本当にバトマスデンタリッチにしちゃえばさ、ただの中パーの完成だからな。これもこれ、大魔王攻略にはよっぽど中パーティーだと思うがな。さあ、ちょっとボーダーを持っていきたいところ。
順調といえば順調。ただし、とどめボーダーに持っていくにはちょっとまだ足りないかなという感じですね。こいつ5ターン目の高校移転派してこないんで、例の。例の5ターン目高校移転派してこないんで、まあ、悠長に構えても大丈夫だと思います。あ、溜めちゃった、やべえ。あ、やべえ、溜めちゃった、何してんだ俺、何してんだ、溜めちゃった、やべえよ。やべえ、何溜めてんだ俺。まあ、落ち着いてくださいって、みんなちょっと、ああ、やったわ、ティラと。今やったわ、ティラと思ってんでしょう、みんな。大丈夫ですから。おお、これはでかい。大丈夫ですから。そういうね、プレミに関しても、カバーしてくれるのがこのチームだと思いますよ。単純なプレミだったけどね。大丈夫、大丈夫。カバーしてくれます。そう、星町彗星のように。さあ、プレミをしてしまいましたが、ここの攻撃を耐えれば勝ちです。言っちゃえば。破滅の炎、大丈夫でしょう。余裕でしょう。うん、余裕。すっげえ余裕。じゃあ一気に押し切ります。はい、ポチさあ、伝説流星によるギガレインが降り注ぐ。終わりだぞ、ま。うわー、すげえ。ゾーマの火力をもろともしていませんね。さすが、デンタリッチ。そして、嘆きの亡霊。どこまで進むんだ？この相手を一言に言うんであれば、要塞ですね。はい。硬いです。そう、この硬さをどう突破してくれましょうか。通常デスピサルより、打撃耐性がついて、ちょっと。で、単純に、まあ、炎の攻撃が効かなくなりました。灼熱や、炎系統の攻撃は。まあ、爆発は通るんですけどね。なんで、まあ、この硬さをどう突破するか。お互い硬いね。だから、今回の戦いは。お互い硬いタイプってどういう戦いになるんだろうな。メアゾーマ！なんだそれは。余裕です。余裕で受かります。せーの！余裕ですね。相変わらず。嘆きの亡霊なんてもう、79とか頭おかしいんじゃないの？すごいな。ドルまで？はい！オッケー！いいダメージ出てんね。呪文でね、攻めていく方がいいね。バギーマ通るかな？火力増強はしてないし。あ、でも十分通る。十分。一番打点が出ないのは、この、ちょっと首ずっと向けてるデタクルさんなんですけど、そうだね。208になっちゃうよね。こいつの正当的な攻略方法は、5ターン目に風のマントを使うと確定防御できます。多分いらないと思ってます。多分そんなものはいらないでしょう。うん。だって食らわないんですもん。あ、ダメ。え？あ、絶望のまざし、爆発したんだ。このようにですね、さっき嘆きのボールがぶっ飛んでいきましたけど、属性攻撃あるじゃないですか。普通の属性攻撃は、マジでまずいです。この院長先生何がまずいかっていうと、属性攻撃すべてが弱点なんですよ。打撃と。まあ、ほぼほぼね。暗黒なら大丈夫なんです。暗黒含んでいればいいんですけど、だからさっきみたいなことが起こると、負けに一歩近づきます。まあ、ここで波動をこすってくれる分には大丈夫でしょう。問題は、むしろ、とどめボーダーに乗るかどうか。耐久面の心配はしなくていいと思うんだよね。コンスタントにダメージをね、ポンポンポンと当ててるんで、大丈夫だと思ってますよ。というか、なんだって言うて、僕が普段使わないデンタリッチなんですよ。ただ、そのデンタリッチが負けるわけがないと。なぜ使わないかって、こいつらが強すぎるから使わないのであって、僕が使えば、もう、無敵よな、っていう話ですよ。強い人が強いカード使ったら無敵ですよね。
おっと、何ですかこれは。お、なんだこれは。なんだそれは。なんだそれは。余裕です。受かります。あー。全然だな。全然だわ。じゃあ次のターンにダメージスピン使っといた方が丸いかな。次のターンはどっちも特技なんで確定防御可能なんですけど、火力のなさも吟味すると、ダメージ SP を押してもいいと思う。耐えるでしょ。絶望の眼差しがちょっとまずいなっていうぐらいですけどね、さっき見た感じ。さっき見たのは絶望の眼差しで飛んでくパターンだったんだけど、暗黒雷鳴剣、暗黒含んでるから大丈夫だ。余裕で受かる。大丈夫、避けたー、避けてるんだ。避けてるもん。そもそも 26% の回避率が息してるもん。余裕で受かりました。これはもう勝ち確ですな。これはすごい楽だわ。こんな灼熱の重力線って楽なの？知らなかったな。うん、もう灼熱の重力線ってさ、緊張するものだと思ってたんですよ、僕の中では。うん。あ、今のとこね、もう肩の力を抜いていいレベルで楽ですね。いやー、全然ね、要塞なんてことはなかった。楽勝だわ。楽勝だわ。ギガスターなくても普通に勝ってた。さあ、まあ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 、この鉄壁のチームに崩す術はないと思うけどな。さあ、重量感のある BGM ですね。誰だっけ。そう思わせる誰という声がね、今にも聞こえてきそうな魔界のミルドラースの登場です。いい BGM だ。重量感のある BGM な。ただこいつ自身は非常に弱いです。まあ楽勝でしょう。天下のデンタリッチなんでね、楽勝だと思ってますよ僕は。耐久力はもうね、もう散々見てると思うんですよ皆さん、ここまで来るまでにね。波動から入ってくる。怯えてんな。ちょっと目に恐怖が見えるな。なんかミルドラス、なんか目薬さしたろっか、ちょっと。なんか、目に恐怖が見えるね。ね、目に恐怖が見える。不思議と。まあ、硬くもそこまでないし、単純にね、ナイトリッチって、どっちの技を打っても元々の火力が高いんですよ。まあ、なんで、まあ、素直にボーダー持ってって、ダメージ系 SP で、足りない火力はダメージ系 SP でね、補うという形で、やっていきましょうや。まあでも、しかしまあ、本当に硬いね、君たち。なんでこんなモンスターたちが出てきたんだろう。こいつら全員共通点があるとしたら、あの、バトルロード2の最終期に出たモンスターなんですよね、みんな。そしたら、こんなわけのわからない硬さのモンスターが いっぱい生まれたわけですよ。ね。メタハンしかり、プロトキナーしかり、こいつしかりと。さあ、何が来る？魔界の洗礼が来ました。洗礼を。よく来てますよ。弱いなぁ、魔界の洗礼。所詮魔界の洗礼やでな。もう魔界じゃ、の洗礼じゃダメなんやに。余裕で受かりました。300ぐらいしか食らってません。しかも今のところ削りも順調だし、ダメージ SP 使うこともないんじゃねえかなっていうレベルで楽勝だな、これ。いいのか、これで。この筋書きでいいのかっていうレベルですよ、これ。雷撃弾。まあ、雷踏んでるのちょっとだけきついかなっていう感じ。ちょっときつい。あー、他の2体が優秀だ。僕もう2桁に抑えてるっておかしいもん。大魔王の攻撃って大体さ、300とか400食らうんだよ。それを2桁に抑えてるお前たちは一体何者なんって話ですよね。で、ここ、とどめ打っちゃいましょう。
次のターンに。ここのターンに勇気貯めて、とどめ打っておきたいところなんですけど、唯一の負け筋は、高校置いてつく波動が2回飛んでくることです。ここから。その可能性はなきにしもあらずなんだよな。さあ、ここ。もうね、勝ちですよ。もう勝ちが確定してると言っても過言ではない。なんだこれは。あー、なんだこれは。もう勝ち確です。とどめ打ってダメージ KSP で終わりです。さあ、このターン何が飛んでこようが勝ちですよ。あはははは。あはははは。いてつく波動だってさ。そうか。だったら消えなさい。消えなさい。基本的にギガスラッシュを振っておけばいいみたいになってんじゃねえかよ、これ。これ負けねえぞ、これマジで。これ負ける気がせんぞ。灼熱の10連戦をさ、やってない YouTuber さんたちに全部伝えなあかんな、これ。このチームで来れば、こいつ勝てますよ、絶対って。さあ、大魔王との連戦、ね、連戦もね、折り返し地点に入ったところで、デスタムーアです、次の相手は。まあ、こいつ状態上があるのがちょっとね、不安定だな。状態異常があるんで、思った以上に攻めることができないかもしれないね。ちなみにパス縛りあるじゃないですか、例の。例のパス縛りあるじゃないですか。僕が時々やってる頭のおかし企画のことですよ。あれのことです。あれはね、結構こいつストッパーになってますね、そのせいで。状態異常のせいで。そう、止まらなければ勝っていたとかさ、そういうのがね、苦い思い出が頭をよぎるんでね。ちょっとここら辺でストレス解消がてら、吹っ飛ばすとしましょうや。森連で勝てない恨みをね、こいつで、このチームでぶつけてやろうと思いますよ。フリーズ砲やばいね。避けろ！いいね！いい避け！もういい避け、いい避け、いい避け。まあまあまあ、一体なら仕方ない。一体なら仕方ないと思う。まあ、バギマで弱点は取れるんで、まあ、打点は大丈夫かな。よし、オッケー !322! いいダメージ出てるよ。デンタはまあ、そこにいろ。うん、チャンスならお前はそこにいろ。さあ、ここから削り切ってくれるか。まあ、削り切れなくてもね、ダメージ系 SP があるんで、ある程度はね、ごまかしが効くんですけども。ダブルテール？おっと、せーの！ナイトイッチいった !429! いい、結構食らうな。429？ 結構食らうね。フリーズ、ザッ！じゃあ、ナイトリッチに行くんだ！リッチか、投げ切るボールには行かねえか。しかも結構痛かったな。800か、K。K800 か。結構食らったな。まあ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 。まあ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 、落ち着いてくださいよ。大丈夫ですって。大丈夫、大丈夫、大丈夫。天下のデンタリッチがね、こんなところで足踏みなんてしてらんねえぜ。本来の攻略方法は、1ターン目か2ターン目は確定防御可能なので、そこを防御してしまえばいいんですけど、私はあえてノーガードでやってます。とどめボーダーの方が怪しいんで、3300に乗せる方が怪しいと思ってるんで、確定防御とかしてません。まあね、どうしても、今3ターン目か？そうだね、今3ターン目だね。まあ、ボーダーには届きそうな気がするけどね。4ターン目。まあ、ボーダーには届きそうな気がするけどな。ここでね、ちなみにダブルテール引くと、ちょっとやばいことになるかもしれない。で、ここは勇気貯めない。もう勇気貯めちゃいけない。素直に勝っていきましょう。ここは勇気貯めちゃいけません。で、次のターンに削り切らなくちゃいけないんだけど、
トドメボーダーがちょっと厳しいからダメージビス SP を使うんだけど、ちょっと待って、え、ちょ、待って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 、ライトリッチは避けないし。え？え？嘘、嘘やろ。え？ダメージ SP 使います。え？え？いや、まさか！まさかですよ。まさかね、天下のデンタリッチがね、負けるわけないでしょ。このターンだってバイキルトに逃げるんでしょ、お前。お前分かってる、分かってる、分かってる。入念な準備のためにお前はここでバイキルトに逃げる。大丈夫だ。え、嘘やろ。天下のデンタリッチぞ。我、天下のデンタリッチぞ。そんなことがあっていいはずないやん。おっと、相手の攻撃、ちょっと待って、避けろー。うっせや。うっせやろ。